キム・ボムスは、韓国の男性歌手。北米の音楽チャートに登場した、最初の韓国人歌手で、代表曲は、ドラマ、天国の階段の挿入曲、ポゴシプタ会いたい。滑らかな伸びのある歌声と、心に訴えかけるようなバラードの高い歌唱力で、知られる。ソウル芸術大学実用音楽科を卒業。その後、チュンブ大学校に編入する。パクソンジュに、 歌の指導を受ける。1999年4月、第1週アルバム、A Promise でデビューする。しばらくの間、顔を隠している歌手として、テレビ出演などを一切せずに活動する。2000年11月、第2週アルバムを発表。収録曲の、春がヒットする。その、春のミュージックビデオに、孫孫本、孫平与、父兄が出演していて話題になる。その後、 この曲をハローグッバイハローという曲名の英語版として発売。韓国人として初めてビルボードシングル売り上げチャートに登場し、2001年12月22日に最高位51位を記録する。2002年12月第3週アルバムを発表。収録曲ポゴシプタイタイがドラマ天国の階段のサウンドトラックとして使用され人気を得る。 2003年頃からは、テレビなどのメディアに出演し始め、発売するアルバムの写真などにも顔を隠さずに、出すようになる。2005年12月6日、ソウルで開催された、日韓友情年記念コンサートに出演する。他の出演者はボア、ピ、中島美香、平原彩香、SE7 案、東方新規、V6 など。2006年4月、現役兵として軍に入隊。 芸能兵士として活動。2008年3月、予備役に転役。2008年8月、アルバム、ク集を発表し、歌手活動を再開させる。2015年、2017年に来日公演。2008年からは、ポラリスエンターテインメントに所属していたが、2017年末に契約が終了した。契約終了時に、ポラリスは、 キム・ボムスは2008年から現在までの10年間、当社と苦楽を共にした歌手です。歌手と表現しましたが、私たちには家族のような人でした。友人のようなギリ固さ、家族のような温かさがあったため、その長い時間を共にすることができました。キム・ボムスと共にした時間がとても幸せでしたというコメントを発表した。ポラリス参加の芸能養成施設。 エムアカデミーが2012年に設立された時には副委員長を務めたキムボムス名・イにありがとうございます。